今回ですね、メジャークラフトジグパラスローをですね、購入してみました。で、重さがですね、50g ですね。はい。で、色がですね、えー、とピンク系の色で、しましまにですね、グローが入っているといった感じですね。今までですね、ちょっとしましま系のやつ買ったことないので、どんな感じで、えー、釣れるかなと思いまして、試しにですね、1つ買ってみました。で、このスローのタイプですね、フォールの時にですね、ひらひらとこう落ちていくので、 フォールでですねアピールして食わせるといったタイプのジグでもあるということと、あとですね結構ですね後方重心になっているので飛距離ですねあ,のありますので飛距離出したい方はですねこれ1つ持っておくとですね便利かなと思います。はいこのようにですねフォールで食わせるということですね。バイトを誘発する。こんな感じでひらひらっと落ちていくような感じになるそうです。 中なんですけども、こういう感じでスッと引き出してですねこんな感じで分かれてるので非常にですね取りやすいですでここからですねはいこんな感じで出せばですねすぐ取れますでここの紙によく穴開いててあのなんかくるくるって止まってるやつもあると思うんですけどもそういったタイプよりもですね まあこういうふうにケースに入ってる方がですね取り出し非常に楽ですね対象魚ですけれどもここに書いてるようにですねシーバスタチウオ、メッキクロダイキビレハマチメジロサワラカツオサバなどということですねはいジグの大きさなんですけれども大体ですね7 5ンチぐらいかなといったところです はい、それでですねこれ 50g なんですけどもまずこっちの面がですねこう山なりにですね山なりになっていますでこの後方の方がですねちょっとへこんでるとここはへこんでるといった感じですねはいで逆の面はですねここはですね反対に平らにですねこ,こちらは平らになっているとはいこちらは真ん中が盛り上がっているとでこの 形状なので、ひらひら落ちていくっていう感じのようです。はい。こんな感じですね。で、若干ですね、重りも、こっちの後方ですね、重心が後方の方にあるといった感じになっていて、フックなんですけれども、リアの方にシングルフック1つと、この前の方にですね、ダブルのこのアシストフックついてます。はい。こんな感じですね。 で全部で針は3つついてるといった感じです前にもですねこのジグパラスローの方ですね購入して使ったことあるんですけれどもすぐですね根がかりしてしまってですねあんまりあの長く使えなかったので今回もう一回ですね、えー、使ってみたいなと思いまして購入してみましたまた別の機会にですね実際に投げてみようかなと思うので何か釣れたら動画でですねアップしようと思います ちなみにですね下の方がジグパラショートですね確かこれがジグパラショートの方なんですけどもジグパラスローと比べるとですね少し短いのが分かると思いますスローの方がちっちゃいですですので、あのー、風の抵抗とかもですね受けづらいので距離ですね飛ばしたい時風強い時などはこちらを使ってですね釣ってみるといいんじゃないのかなと思います